はい、たけし農場でーす。警風不良ありましたんで、道具は持ってきました。で、軽くね、土を寄せたいと思います。それで、この道具はなんですが、去年新しくしました。で、なぜかっていうと、うまく映るかな。この部分、この絵と、この道具は本体の接合部分が、ちょっと錆びずっていうか、こちらの、木の部分がね、ちょっと腐ってきて、この金属の部分がちょっとガタが来てたもんですから、ちょっとね、締めようかなと思って締めたんですが、割れてしまいました。この絵がね。で、絵を買いに行ったんですが、この絵が結構高くて、例えばこの絵が2000円とすると、この金属の部分が1000円と、まあそんな感じでね、こちらの方が高くてこちらの方が安かったという値段でした。で、だったらじゃあ、この絵の部分をそっくり交換じゃなくて、この絵の部分プラス、まあ、1000円ぐらいだというような気がするんですけどね。で、この、クワの部分もね、買えるんだったら、そっくり買っちゃった方がいいよね、っていうことで、もうね、今からあと何年やれるかわかんないんだけど、この道具は新しくしました。でも、道具を新しくしたら、やはりこの、光ってる部分ね、光ってる部分が歯になってるんですよ。で、古い、道具はこれがどんどん減ってきてね、どちらかっていうとこの刃物のこれ多分焼き入れしてある刃だと思うんだよね。こっから色が違うんで、でこの刃の部分とこの鉄の部分があるんですけど、やはり鉄の部分だとうまく入っていきませんということで、まあ刃が新しくなるからいいかなと思って。この年であと10年か15年ぐらいしかやれないんだけど、多分これも過剰投資です。これ壊れる前に、人間のが死んじゃいます。多分この道具屋の方が長持ちします。でもね、ないと不便なんでね、これ道具屋の代わりにスコップでやるっていうのも大変なんで、去年ね、この年で65になって、この道具屋を新調しました。うちの母親もね、あ、買ったの?なんて、昨日かな?一昨日かな?言ってました。でもね、これ、たけし農場では結構使うんで、まあ一本あってもいいのかなと。まああと一本ぐらい買ってきてね、嫁が手伝うとき、嫁にやらせてもいいんですけど、まあうちの嫁じゃ無理だろうな。というわけで、これからちょっと軽く土を寄せていきたいと思います。よいしょ。今回はね、初めて、今年になって1回目なんで、軽くね、肥料をちょっと寄せる程度でね、軽くやりたいと思います。まあ多分ね、3月になれば、もうちょっとね、この葉っぱが生き生きしてくるのかな。で、今、ちょうどね、1、2週間前に雨が降って、結構今年は雨少ないんでね、カラカラであまり元気ないんで、まあ軽く土を寄せて、まあ終わりにします。まあ、5月か6月の頃ね、収穫になるんで、まあその頃までにはね、オートカルチを入れて、まあもうちょっと高くしようかなと思ってます。で、先日ね、やはり近所の、このニンニク見てきたんですが、やはり、葉先は枯れてました。なんかね、最初、去年の12月かな、11月かな、頃になったらね、葉先がだんだん枯れてきちゃったんで、あれこれ病気かな?まずいよね、と思ったら、そうでもなかったみたいです。まあ、これはしょうがないのかな。ただ暖かい地方はね、やっぱり枯れないよね。青々としてます。まあいろんな農家さんの
YouTube を見させていただいてるんですけど、やっぱり暖かい地方は、しっかりしてます。それと、まあやはりマルチをかけてる人多いよね。ただうちは、まあこういう土寄せができるっていうのと、まあ面積がね、そんなに多い面積じゃないんで、まあ手でむしればいいかなと思って、基本はマルチは使わないです。基本はマルチは使わない方向でやってます。よいしょ。まあそんなとこかな。やっぱりね、体がこういう仕事に慣れてないんで、結構きついよね。これが夏の頃だったら、そうでもないんでしょうけどね。結構しばらくこういう仕事やってないんで、体がちょっと悲鳴上げてます。やっぱり年だね。まあ自分じゃ若いと思ってもね、まあ子供の頃はね、もう65なんか絶対ならないと思ってたもんね。そんなことねえだろ。生きてればいつかは65になるって。まあその前に死んじゃえば65にならないけどね。まったく。まあでも子供の頃は楽しかったよね。何の悩みもないし。まあ今はもう悩み大きい人生ですよ。まあ一人ね、まあわがままばあさんがいますから、まあばあさんお車ではね、きっと大変だよね。でもさっきちょっとこの畑来る前に見たら、なんか自分の草花が好きなんで、あれ昨日かな一昨日かな、カサブランカっていうユリの球根買ってきて、あと なんか二鉢か三鉢、やっぱり草花を買ってきて、なんかそんなのやってました。で農家の方はね、もうあまり手出しはしないんですけど、まあ手出しされない方がこっちもいいんですけどね。自分の好きな花の方は結構やってるみたいです。まあね、これで習い事に行ければね、ちょっとは自分もばあさんの面倒を見なくて済むんですけど、今習い事がねほとんど止まってるんで、まあどこへも行けなくてかわいそうってかわいそうなんだけどね。まあちょっとさっき見てたら、なんか草花をいじってたというところです。じゃあ一応しましたんでね、まああとは、あとは大体同じなんで、あと1本2本3本、まあでもここが一番長いんでね、まあ半分まではいかないけど、全体の3割ぐらい、3分の1から4割ぐらいは終わったんじゃないかな。はい、あとはね、同じ作業の繰り返しなんで、一回止めまーす。やっぱりこれあったかい日にやったら本当汗かくよね。今日まあちょっと涼しいんでちょうどいい具合かもしれないですね。はい、じゃあ一旦ビデオ止めまーす。